平野兄弟の協力タッグで芸能界のキングになれるかも平野仕様と弟の陸こと平野陸が7月19日に投稿したツーショット写真が大きな反響を呼んでいる。 平野紫仕様は、以前所属していたキングプリンスを脱退し、滝沢秀明さんの新事務所、飛べ、への合流を発表してから間もなくの写真公開となったことから、多くのファンが驚きと喜びを表している。 これまで兄弟の仲の良さは知られていたが、ジャニーズ事務所を退所した後に兄弟としての活動が解禁されたことで、新たな展望が広がるのではないかと期待されている。平野耀と陸王をそれぞれアーティストとして個々に活動している。特に陸王をアーティストとしての活動が注目されており、彼の音楽活動は着実にファンを増やしている。 兄の平野市要も陸への活動を熱心に応援しており、陸のライブにも足を運んでいることから、兄弟の絆が深いことが伺える。兄弟のツーショット写真が公開されたことで、二人の共演に対する期待の声も高まっている。兄弟での共演はファンにとっても貴重な瞬間となるでしょう。これまで兄弟としての写真はほとんど見られることがなかったため、 その存在自体がファンにとっての驚きであり、喜びでもありました。平野紫耀が所属していたキングプリンスを人気グループとして多くのファンに支持されていましたが、紫要の脱退によりグループとしての未来が不透明になりました。しかし、リクの音楽活動の成功や兄弟の中の良さが伝わる写真の公開により、新たな可能性が広がっていると言えるでしょう。 特に、ジャニーズ事務所を退所したことで、シオ様と陸が新たな自由を手に入れたことが、兄弟の活動にとって大きな意味を持っています。ジャニーズ事務所には多くのルールや制約があり、兄弟が自由な発想で活動することは難しかったかもしれません。しかし、それがなくなったことで、兄弟の可能性はさらに広がったと言えるでしょう。 ファンはこれからの兄弟の活動に期待を寄せています。特に兄弟での共演やコラボレーションについての妄想が広がっており、SNS 上では様々なアイデアや願望が飛び交っています。陸は8月から東京でのライブツアーを行う予定であり、これを機に兄弟の共演が実現する可能性もあるかもしれません。 兄弟での共演によって、お互いのファンが交流し、新たなファン層を開拓することも考えられます。兄弟のタッグが芸能界での成功をもたらすことは間違いないでしょう。一方で、兄弟での共演が果たされるには、様々な課題も存在します。二人はそれぞれ異なるアーティストとして個性を持っており、その融合がうまくいくかどうかは不透明です。 しかし、兄弟の絆や信頼があれば、それを乗り越えて素晴らしいパフォーマンスを生み出すことができるでしょう。平野紫耀と陸への平野兄弟の活動には今後も目が離せません。兄弟の絆や才能が芸能界で輝くことを期待し、ファンは彼らの新たな挑戦を心待ちにしています。